川定次郎は、日本の厚生官僚。社会福祉法人恩師財団保守愛育会理事長。厚生事務次官、内閣官房副長官、株式会社、麻生監査役などを歴任した。村山内閣から小泉内閣にかけて、内閣官房副長官を務め、2021年7月25日に、杉田和弘に更新されるまで歴代最長の、 内閣官房副長官だった。2002年4月26日、総理大臣官邸にて、内閣総理大臣、小泉純一郎、内閣官房長官、福田康夫、内閣官房副長官、安倍晋三、上野金成と九州大学在学中にも、国家公務員採用上級校所試験を受験するが、失敗。距離でもある。 佐賀県庁への入庁を希望していたが、当時佐賀県職員の募集が行われていなかったため、長崎県庁へ入庁。また、九州大学入学以前に1年間のみ、佐賀大学分理学部に在籍していた。長崎県職員時代に国家公務員試験を受けるが、官庁訪問で厚生省を訪問した際には、一度面接で落とされている。 どうしても、福祉の仕事に携わりたいので、長崎へは帰れませんと必死の断判をし、その日は帰労につく。後日採用通知が来たという。趣味は、家庭菜園。心情は、道は必ず開ける。厚生省事務次官の体感記念に、ミニ幸運期を選別として送られており、今でも千葉大門にある畑で使用している。ちなみに、この幸運期は、遺憾のうきの、 ランドミニである。また、麻生太郎が大株主であり、現在は麻生太郎の弟である麻生安氏が経営する株式会社麻生にて役員に就任し、監査役を務めていた。現在は社団福祉法人、恩師財団防止ア育会、理事長。ありがとうございます。